試合終了のブザーと同時に、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、名古屋 D の斎藤拓が持っていたボールを上へ放り投げ、体の前で両腕にぐっと力を入れながら吠えた。歩み寄ってきたキャプテンの須田祐太郎とハイタッチを交わし、強く抱き合う。この連戦にかけていた思いの強さを象徴するシーンだった。b リーグ西地区2位の名古屋 D は28日、 ホームのドルフィンズアリーナに同地区首位の琉球ゴールデンキングスを迎え、86から79で勝利。レギュラーシーズン、アールズ、最終盤での地区頂上決戦を2連勝で締めくくり、通算成績は39勝19敗となった。琉球の地区優勝マジックは、2、のまま、名古屋 D は最終節の2ルピー試合を残して琉球とのゲーム差をついに、1、まで縮め、 西地区の逆転優勝に大きく前進した。西地区6連覇中で、昨シーズンのリーグ王者の琉球に対し、今シーズンは4戦全勝。B リーグが開幕して以降で初めて対琉球で勝ち越し、勝敗数で並んだ場合は名古屋 D が上の順位になることが決まった。直近では前節の島根スサノーマジック、西地区4位、戦から4連勝となり、チャンピオンシップ、CS、 目目前に目に見えてててチームがが仕上がってきている一つ目は開始から約2分半の時間帯だ。序盤から1対1における高い強度でタフショットを打たせ、スコット・エサトンのドライブで先制。さらに斎藤とエサトンの P&R、オフェンスリバウンドからのセカンドチャンスポイントで6-0のランを見せ、琉球に早速一つ目のタイムアウトを取らせた。実力が拮抗した上位チーム同士の連戦では、 一試合目を落としたチームが二戦目でプレーの強度を上げ、出だしから抜け出すパターンが多い。しかし、この日の名古屋 D は前日から高い強度を維持し、早くもチームのトーンをセットした。斎藤が振り返る、試合の入りで相手に先手を取られることが多かったんですけど、今日は初めから自分たちらしいバスケットで入れました。失点をゼロに抑えた状態で、相手にタイムアウトを取らせた。 同一カードの1試合目で勝った後、2試合目でそれはなかなかできないことだと思うので、チームとしてかなり良かったと思います。前日もショーン・デニス HC 安田が、自分たちらしく、高いスタンダード、という言葉を繰り返して使っていたが、まさにそれを体現するスタートだった。2つ目は最終盤での高い集中力だ。リードチェンジが15回に達する激戦となったこの試合。 一進一退という状況のまま第4球に突入し、残り4分57秒でオフィシャルタイムアウトに入る際も69、70と僅差だった。プレーが再開すると、キム・ソアレスの3ピースですぐにひっくり返す。斎藤も3ピースで続き、残り約3分で5点をリードした。圧巻だったのは、ここからだ。名古屋 D は菅田が3ピースを外すが、ソアレスがオフェンスリバウンド。 OR ダッシュ続くオフェンスでもソアレスのフックシュートが落ちたがジョシュア・スミスが OR に絡んでポゼッションを継続した3点差に縮められた後のオフェンスでもスミスが3人に囲まれながら体を張って OR をもぎ取り追加点につなげた最終盤で OR を連発し相手の攻撃回数を減らしたことが勝利を大きく引き寄せたことは間違いない デニス HC もスミスのリバウンドを最大の勝因に挙げた。特にスミス選手の第4球オフィシャルタイムアウト後のリバウンドは素晴らしかったです。それのおかげでスコット選手を休ませることができ、残り2分くらいでまたコートに戻せた。それが勝ちにつながったと思っています。チーム全体での集中力の高さは、フリースロー成功率にも現れた。これが3つ目のポイントである。 試合を通しても24本中22本、91.7%と高確率で決めたが、第4球に限っては14本中14本をすべて成功。スタートとクロージングという試合の大きな勝負所で高い遂行力を継続し、シーソーゲームをものにした。チャンピオンチームの琉球に立ち向かい、諦めず、 相手の流れになりそうな時もそれを押しのけて勝てたことが本当に誇り高いですとデニス HC。斎藤のコメントにもチームに対する手応えの大きさがにじんだ。2試合を通して自分たちの気持ちが強かった、いい準備ができてたということを胸を張って言えると思います。試合を通してうまくいかない時間帯はありますが、そういう時でも自分たちにフォーカスを当て、 どういうバスケットをするかを考えてしっかり踏ん張れた。自分たちが本当に CS にふさわしいチームになってきてるんだということをすごく感じた試合でした。リーグ戦の終盤でこういった試合展開をできるというのは本当にいいことだと思います。